はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は夢を語れ沖縄さん行ってまいりました。今回いただいたのがラーメン、辛さを増したラーメン、限定で販売していたシークワーサーの塩汁なし、こちらの3杯をいただいてまいりました。まあ、このね、夢方沖縄さん、僕もね、動画で何回も言ってるんですけれども、めちゃめちゃ大好きで、何回もね、行っちゃうんですよ。今回の動画で食べたラーメンもね、もう絶品でございました。僕の視聴者様にね、この夢方沖縄さん知っていただきたいので、ぜひ本編の方をご覧ください。あ、うまい。うまいっす。やるんね。うまそう。これうまい。それね。これめちゃめちゃうまいですね。やばい。もう一回おいしい。
これめっちゃうまいかもしれないからマジ。夢方さんには素敵な特徴があり、カウンター上の呼び鈴を鳴らすとみんなの前で夢を語り、その夢に対してお店やお客さん含めて夢を応援するというシステムがあります。夢を語り沖縄さんは大学の目の前にあり、学生さんも多く、撮影のたびに若い方が夢を語っており、個人的に大好きなサービスです。今回は店主さんが夢を語っておりますが、こちらのお店は夏までの営業で、それ以降は東京へ出店することが夢だそうです。新オープンした際にはぜひ皆さんも東京で夢を語ってみてはいかがでしょうか。せーの、グッジョブ。Thank you.